そうそうか、じゃあ鼻こうやってこういうことだろ、行き上がってガーンってやるんだろ、やって横でもいい、こうやって横でもいいし、フックでも顎とかなんか狙ってこうやってなんかリアクション楽しみみたいな。でギブアップしたら鼻出てないとオーラン、鼻出てないとオーラン、あーいや歯茎から血が出てるんですよ、負けなんか血出たら負けみたいな。血出なければ勝ちですか、同感できないんじゃないですか、一応気を吸い続けた方がいいですよ、気を吸い続けた方がいいですよ、頑張ろうみたいな、頑張ろうみたいな、やってるか、折れても大丈夫ですか、鼻鼻が折れたらギリ、一応大丈夫なんだ、血が出なければ鼻折れても OK ってこと、鼻折れても OK、 動画ではバレないから陥没してるけど気のせいですね、気のせいですねって鼻曲がってるけど、でこうやって裏を向いて乗って立てれば勝ち、先にこうやって絶対後頭部しますよ、大丈夫ない絶対な、バランスが一番で脳みそ出てくるかもしれない倒れ方だけ一応じゃ あの練習していけばいいです、ね、ああ後ろに倒れるとか前とかに倒れたら一応危ないんで、固まったらこっちですか、固まって勝ち入れたらこっちにするんです、頭打ったら大丈夫だったってことにして、ちょっと怪我しましたぐらいで大丈夫だ、演じないといけない変な方向に曲がってても大丈夫っすよ、大丈夫っすよって言えばいい、それが吐けるとかね、あの画面あの無言で吐けるとかどうする、どっちがいい、画面鼻血までってのと飛んでから着地、ちょっと確かにここは危ない、2段目危ないから1段目どうするどんながいいかな、顔面のやつが先にまだ弱くない企画力なんかゴールがないとね、見てる方もあるだし、一応着地したら一応面白いですあの下がって、はい、こっちステージね、下がってステージこれは全力だけやってるああ壁だから頭パターンもあるところあそこじゃあなんだろう、罰ゲームとかの方がいいんじゃないですか、じゃあ多分こう置いてかこっち置いて多分当たらんと思うけど、こうなわけよっていうスリル、スリル絶対気がしないうまくない、こうほら、ほら、当たらん、あー、一応当たるちょっと角度間違えたら一応当たるっすね、当たる、血出るのと出ないのどっちがいいかっていう、じゃあプラもあるじゃあ、それしないとは変わってくると思うよ、動画構成は、タルはどれがいい、今言ったのかでこれがいいんですか、画面ブレかもしれない、まだこっちの方が違うんですね、あれどうなんですか、お互い首に出身した方が負け、一気に走るんすよで、バチンって負けバチンって負けこんなのあった方が負けっす後遺症のこれでやってみるじゃんなんかこれってお互いビビると思うわけよ、うん、中途半端になりそう、うん、あだから車出してやる車だった車あ、車をチェーンつなげてがアクセル全開するよ、そういう死刑法あったよね、2台でしたっけ、今日車3台ですよ、あ、3台でしたっけ、これ弱いな、俺弱いと思うわ、ちょっとインパクトなって、インパクトあるやつがいいな、じゃあ、あれとかどうですか、スタントみたいな、スタント、あ、スタントマン、スタントマン、なんか車の上にしがみついてからなんか急ブレーキして、あ、それがいいんじゃない、うん、ジャッキーチェンみたいな感じでこうやってあの振り回されて、まあ、敷地内じゃないですか一応、うんうんうん、敷地内なんで一応大丈夫かなっていう感じで、駐車場だから、うん、だからぐる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 って回って、あ、けど絶対中とか行った方が面白い、中っていうかなんか国道の方走った方が面白くない、上の方に豪バスだな、豪バスだな、行ってやるだろ絶対その方が面白いだろ、一応警察署どうなんですか、許可出なくて大丈夫ですか、大丈夫じゃない僕ら、俺は大丈夫と思うけど、これはダメだと思う、これはダメだと思う、急ブレーキ、急ブレーキにする、じゃあ急ブレーキの方がまだいいんじゃないですか、そうだな、最初から一気に飛ばしても危ないから、うん、10キロ、20キロ、40キロって何キロまで飛べるかっていう、これで耐えれるか、耐えきれたで、ローション塗るとってことだよ滑りやすいよね、ローションただし、なしとあれどっちがいい、あれの方が面白いんで、誰でもいいでしょ、なしにするか危ないからローションなしでやったぶん普通に一回なしでやって、うん、なんか今やつだったらローション塗っていいんじゃないで、ここ一周するかブーンって、で、助手席にスピードメーター見る人いてマックス何キロかで、遅いんだったら上げ上げって言っていいから上げ上げ上げで、トントントンでもギブアップ、あ、オッケーオッケー、乗ってこれギブ、
張これで窓手出して開け開けって開けてまだいけるまだいける膝だけっすね本当に乗っていいよ本当に乗っていいよやるんすかサムライも取っとくかあなるほどいや大丈夫大丈夫大丈夫なんか車全体にもっと車乗ってる感があったいやーやばくないもっとですよナンバーナンバー落ちてるじゃあ壊したらごめんって感じだな天井太ってったら落ちる OK OK いきますマジかじゃあゴープロ回すよ回すよ電池が入ってない電池入ってないゴープロある他にはいということで終了です、はい、今回の企画炎上動画メンバーが撮ろうとしたら、うん、止めてくれるのかドッキリです止めなかったねこれ止めなかったねこんな危ないことやってんのにこの人なんか途中で気づいてからなんかノリノリになってきましたこれはダメですよでツーバーはちょっと別だっけツーバーにも伝えてなくてこれまずいかってもう全然話に入ってこなくてもう企画にはもう抜けてたもう俺も知らないような正解だけど止めてたらもっと正解だった俺結構止めてたよニュッシーはなんかこれ逆面のニュッシーなかったこれ活動自粛とかならないとか言って大丈夫だろこんぐらいみたいなニュッシーが正解だったねニュッシーは正解でしたね一人だけ反応しても空気を見てないから黙っとこう痛い目見ればいいさ大人かよ痛い目見て自粛してなんでハローはやるって言った炎上しないと思った思わなかった炎上するってちょっと勝ちかなっていう勝ちかなどういうことガチだこっちだったら全然いいかなと思った俺じゃあ国道走ったらさすがに俺は止めてたけどここはいいかなと思ったここでもまずいんじゃないこの人多分個人チャンネル持ったらとんでもないとんでもない動画を上げると思う確かにハルオキバンザイっていうチャンネルができるハルオキバンザイじゃなくて体ハル系のなんでもやハルオキバンザイハローちゃんはどう思ってたこの流れ流れ終了だなと終了探そうかなと終了探そうかなと終了あ、もう未来が見えてた未来が解散までハローちゃんはもう分かってた分かってた分かってたそういう流れ来るだろうなっていうで、ジョイももう全員だったわけよジョイからお塩からメンバー全員にユッシュが一番あの信じてから最初信じてたよどれあれあっちからあっちからね鼻血ブーからえ鼻血ブーから信じてた信じてましたお前仕掛ける方だろなんでお前が信じてるなんでこっち側の人いきなり信じてるのあれなんですよこのね炎上ドッキリは4時間前ぐらいやったんですよでまた連発だったらバレるから一回他の企画挟んでやろうってなったわけしかも時間置いてやろうって言ったら自分だよね自分で行って自分で騙されるあ、本当にな本当に後ろで逆にトップニュースだったらどうしようみたいなだからね自分らはねわざわざ断るだろうと思った企画を全部提案したんですよでどんどんハードル上げてったハードル上げて全部止まらない一番こっちがやりたかったでこっちもなんかノリノリだから早く止まれよお前早くみたいな止まり待ちだったもしかして早く止まれと思って止まらん止まらんって最後あの車出すかって言ってまだ止まらんから大丈夫しかもローション塗るって言ったらあーいいねいいね分かるなこいつみたいなナイスアイデアみたいなびっくりしたね、びっくりした、本当にまともな精神じゃ考えられないまさに YouTuber YouTuber、本当に YouTuber か皆さんも炎上しないように頑張っていきましょうっていう動画ですねお前が言うかっていうコメントお前言うなってなったよっしゃ、ありがとうございますありがとうございましたくださーいくださーい今、焼肉屋さんに来てるんですよねはいそこで、同じものを頼んで売り切れになるまでもう食べ放題じゃないですか、うん、食べ放題だけども売り切れになるまで食べてみたっていう食べまくるっていう人数もいっぱいいるんでいいんじゃないですかはい売り切れ狙うのは牛タンどけですか牛タン99そう思ったんだけど食えるかっていう問題もあるこれを片付けする店員さんもちょっと大変かなまあ飲食業界は人が少ないから、うん、その少ない状態で片付けをするのはちょっと確かにじゃあそこは片付けを自分たちでできることは手伝ってで協力できるかも聞いて一回撮影許可もう取ってるじゃん食えんかった場合はどうするの食えんかった場合食えんかった場合はもしかしてできんさんで食べ放題はあ、そうなんですね
そうそう、食べ放題持ち帰りできないから、食えなかった場合、ステラしてしまう。なるほど、問題ではある。大食い企画よりかは、なんか物を無駄にしないっていうのもいいんじゃないかなっていう。物を無駄にしないっていうのもいいんじゃないかなっていう。人類補完計画する。ありがとう。止めましたね、今。メイキーパーと言ってもいいじゃないですか。うん、我々を止めましたね、その大人数いる中で。うん、どうですか、ブラックタイム。俺、ただ単に叩かれないかなと思って。店員さん、かわいそうだなと思ったっていう。ね、騙すってから打ち合わせとかはあんまし軽くしかしてなくて、でそれをやろうかっていうことをたけしに言ったら、たけしもえマジで言ってんすか、プレミアムなのにたくさん頼めるのになんでこれだけだったら負けるじゃないですかって、せっかくプレミアムどうしたのなんだからもっといろんなのを頼みましょうよって言い出してきて、この人分かってないと思って私俺も前たけしドッキリするのってひっちゃんに LINE 送ったからね俺もちょっとプレミアムコースだから食べようよみたいな、そんなの食べようよってなったんだよ。そういうことだ。俺もそう思いましたから、プレミアムだからもったいないなって思いました。ちょっと俺も素になってしまったこの直感ドッキリかけられたみたいな。はい、ということでね、肉食べるので進めます。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ことに今更気づく夜中テトラポーチをして逆で逆明確無計画の計画スポットライトの当たり方はまた違うのさ、さまざまなのさやっけなんでかねさあね始めよう名前目今橋渡すところちゃんと取りましたかなんか好感度上がるぞ好感度患者肌、よ患者肌だな患者肌やけに服のタレ入れるの悪いよ女子力高い飲み物取ってくるよ気ぃ伝えるすげえ代行は俺に任せろ早くサウナ受けたいサウナ受けたい酸素のくささりげに今お箸置きもするポイント稼ごうとする